こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は小生です。世を渡る、世事を経歴するという意味で、小生、世よ、これをすぐ、などと用います。意味は世渡り上手で得た名声は実力以上だということです。今から小生を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。